中村健は、日本の政治家。愛知県西尾市長。元西尾市議会議員。愛知県西尾市駒場町に生まれ、同志つくしが丘で育った。西尾市立さんは小学校。西尾市立東部中学校。愛知県立岡崎高等学校卒業。1年同人後大阪大学法学部に入学。2004年3月、同大学を卒業。2005年4月、 西尾市役所に入所。西尾市民病院に配属される。2009年、商工課に移動。2011年4月から1年間、愛知県庁の観光コンベンション課に出向。自由民主党が設立した政治塾愛知政治大学院の第6期を終了。2012年6月、結婚。2013年1月31日に西尾市役所を退職。 同年5月26日に行われた西尾市議会議員選挙に立候補し、初当選した。同日、市議に就任。2016年5月30日、PFI の手法を使った公共施設再配置事業を推し進める西尾市長の坂木原厚生は、特別目的会社エリアプラン西尾と PFI 事業の仮契約を締結。 同年6月27日、議会に提出された同事業の承認議案は、市政クラブ、公明党西尾市議団、日本共産党西尾市議団、西尾クラブの一部及び無所属議員の計11名の反対を受けるも、賛成15名で可決される。市政クラブ所属の中村は、公共施設の統廃合において、PFI が一つの選択肢であること自体は、否定していなかったが、 議案には反対した。その後中村は約198億円の契約額の根拠、PFI 事業の詳細、契約先の会社の概要等について情報の公開を拒む市の姿勢に不信を募らせ、2017年4月19日、人気満了に伴う市長選挙に出馬する意向を表明した。2017年6月18日、 西尾市長選挙と西尾市議会議員選挙が告示される。市長選は中村と現職の坂木原の一騎打ちとなった。自民系の全市議の候補者の内 PFI 事業賛成派の十数人は坂木原につき、残りの数人は中村についた。そして自民党衆議院議員の青山周平は中村を全面支援。一方、2014年の衆院選。 愛知12区で青山にセリ勝った、重徳和彦は、告示前から榊木原と二人で街頭に立ち、告示後も連日のように現職応援。比例区民進党の中根康弘も、榊木原の応援演説で西を入りしていることから、市長選挙は自民党と民進党の衆議院議員の代理戦争の様相を呈した。さらに、西尾市選出の愛知県議会議員二名も帰属先が、 はっきりと分かれた。自民党の山田厚生は中村を支援。元はず町長で維新の党推薦を受けて前回戦に初当選した渡辺康氏は坂木原陣営の選対本部長を務めた。連合愛知は坂木原を支援。大村秀明知事は PFI の積極活用を進める立場から坂木原を支援した。投票は6月25日に行われ。 坂木原を破り初当選を果たした。7月5日、市長に就任。当日有権者数、13万4066人、最終投票率 68.、68.05%告示日まで、1ヶ月を切っていた2021年5月25日、元市職員の菅沼健次が、人気満了に伴う西尾市長選挙への立候補を表明。6月13日、 市長選挙と市議選が告示される。市長選は中村と菅沼の一騎打ちとなった。PFI 事業の見直し問題の影響により、各党とも支援候補を決めなかった。市議選の保守系無所属候補の大半も市長選への態度を明確にしなかった。自民党の青山周平は中村を、立憲民主党の重徳和彦は菅沼を支援した。 6月20日の投開票の結果、菅沼を破り再生を果たした。当日有権者数、133,061人、最終投票率 65.、65.97%、西尾歴史公園に、二の丸シトラヤグラと土塀を復元した。ありがとうございます。